コロナエクシブは、トヨタ自動車が生産、販売していた乗用車。元モデルはセリカをベースにしたコロナクーペであり、姉妹車には、同じくセリカのプラットフォームベースの初代カリーナ、ED が存在したが、カリーナ ED のヒットによりコロナのフルモデルチェンジ後クーペは消滅。コロナエクシブとして、スタイリッシュな4ドアピラーレスハードトップになり、登場する。 セリカ、カリーナ ED と共通のプラットフォームで、背の低いボディのため、セダンとしての居住性と実用性に関しては、あまり高くない。カリーナ ED 同様、流霊なスタイリングは、熟年層向けなイメージであった、コロナセダンカリーナセダンとは違い、若年層に大いに受け入れられた。駆動方式は、前輪駆動で、排気量は 1800cc。 2000cc の2種類のエンジンをラインナップしており、4輪操縦と2輪操縦の切り替え可能な世界初デュアルモード 4WS を搭載した。なお、同時期のセリカに搭載されていたアクティブサスペンション 4WD ターボモデルは設定されていなかった。2代目からは4度アピラードハードトップとなり、姉妹車であるセリカやカリーナイーリーと共に、 ボディの大型化と安全性で3ナンバーとなる。この台からセンターピラーが他のハードトップ車と同様に付くようになる。全日本ツーリングカー選手権に参戦したことでスポーティーさをアピールしていたが時代はハイソカーやスポーツカーから RV 等の大型の車両に移っていくこととサイズアップによりエクシブの取り扱い点である。 トヨペット店では3ナンバーのマーク2と競合したことで人気は下火となってしまった。マイナーチェンジ時にグレード構成において GT 等のスポーツ色の強いものが追加されつつもその低いルーフが影響する居住性を悪化させ販売台数は下降線をたどった。CM 出演者は元木正宏で後にプログレア3代目アルファードの CM にも出演する。 過去では、マーク2のライバルである日産、ローレルの CM に出演していた。前輪駆動の 3SGE 型搭載モデルにおいては、前期モデルでオプションだった。スーパーストラットサスペンションが、後期モデルでは、標準装備になる。姉妹車の ED では、後期モデルでもオプションである。1994年にスタートした全日本、ツーリングカー選手権において、 1995年より、トムスとトヨタ本社のモータースポーツ部の共同開発の形で、エクシブが投入された。惜しくもドライバーズタイトル獲得はならなかったが、1996年には、トムスにチームタイトルをもたらした。1997年トヨタは、FR 社の可能性を模索するベックチェイサーを投入するが、エクシブも1998年のシリーズ終了まで。 引き続き使用され活躍した。またマカオギアレースにも参戦し、1995年にチームトムスのエクシブをドライブするケルビンバートが宿敵シュニッツァー BMW 勢を下し、総合優勝、ジュリアン・ベイリーも総合3位を獲得した。ありがとうございます。